もしもーし。はいはい。すいません、空なんですけど、うん、ちょっとさっき運転してたら電柱があって、その電柱に左のステップをちょっと擦ってしまって、ボディと。ぶつけた。そうです。ボディも。すいません、はい。大丈夫、怪我ない。あ、僕らは、はい、怪我はないんですけど、その、かなり、もう完全不注意で、はい。マジか、結構ぶっ壊れた。後ろのボディの扉がかなりガリっていたのと、ステップオーバーフェンダーっていうんですかね、あれが、結構奥に引っ込んじゃった感じになったんです。マジか、オーケーオーケー。どこにぶつけた？なんか、そのカーブの時に電柱があって、うん、その電柱、なんか角で、うん。ああ、なるほどね。じゃあ、はい。電柱見つけたら物損事故だから、警察に報告しないといけないんですよ。ああ、はい。だから、すぐに連絡して、現場検証しないといけないから、はい。連絡できるんですよ。わかりました。で、来てもらって、はい、で、なんか状況とか話して、はい、で、俺も行こうか。ああ、そうですね、多分持ち主の人が来た。 OKOK、じゃあ、はい、場所はどこよ。場所どこになるんですか。場所を送って、一応。あ、OK です。場所をちょっと送ります。じゃあ、とりあえずまず警察に連絡して、はい、そしたら俺も向かうわ。はい、連絡します。またちょっと。はーい、はーい。すいませんでした。すいません。いや、でも二人のことを心配してくれてましたね。そうね、聖人君主だね。はい。分かんない、内心もしかしたらやばいかもしれない。いやー、そうですね。まあ大丈夫、帰ってスパーリングとか言われない。俺はそのパターン見たことないから多分大丈夫だと思う。警察も来て、うん、で、まあ持ち主のことはまあ後でもういいみたいな感じなんで、はい、一応現場検証だけしてっていうことで。そうね、そうね、はい、オッケー。あ、はいはい、もしもし。あれ、一条まだ。あ、今警察の人に連絡したんですけど、うん、その現場検証するのに、うん、持ち主はまあ、いなくてもいいみたいなので、で、僕らで済ませてから行くので待っててください。あ、大丈夫。はい、すいません。オッケーオッケー。じゃあまた連絡します。はい、うん、はい、失礼します。はい。いや、普通だったらもう怒ってますよ、うん、普通怒ってる。はい。おめ、なんしょんねん。リアル。今から待っとけよ、おめ。実話じゃなくて、それ。実話、実話とかじゃなくて、そうっすね。持っとけよ、おめ。ボロボロにしろけよ。いや、でもなんか、地元の先輩とかだったら、やっぱそう、なるのかね。もう飛びたいっすよね、もう。ああ、もうそのレベル、そのレベル。うわーやってし、しかも2000万とか。確かに。もはやなんか、乗りたくないよね。今でも俺、正直怖いっすもんね。乗りたくないよね。わかるわかる。普通に俺、そうそうそう、乗りたくないよね。確かに。仲いい周りの人の車だとなおさら乗りたくないよね。乗りたくないっす、ね、怖いもんね、普通に。今普通にドッキリだけ言っても怖いっすからね。確かに確かに。ドッキリじゃすまんくなるっすからね。ちょっと心が広いっすね。いやー、本当にね、広い、マジで広い。どういうでも反応するんですかね、こう実際にこう電話上では。ちょっと、うん、マジかみたいな感じですかね、こう電話切った時は。いや、どうなんだろう、別にマジかともならない気がするな。わからないけど、やっぱ本当に、なんて言うんだろうな。本人たちが無事ならいいか、みたいな。本当に多分そういうタイプだね。そもそもなんか多分傷つけられて、傷つけられ
ってなんか本当に多分うわってなるんだったら多分貸してないと思うんだよね。そうそう、だから本人たちが無事ならいいやみたいな気はする、うん、でも怖いでも怖い予想はね、一番怒ったら危ない人ですもんね。あの優しいタイプの人の人。そうだね。なんかもう試合の時に発散するかのようなタイプで、ね、完全に。試合の時やばいっすもんね。うん、やばい。マジやばいっすもんね。人が変わるんじゃないかみたいな。結構いろいろね、ドッキリやってきたけど、怒ったことないんじゃないかな。へぇ。なんかね、昔、没動画になっちゃったんだけど、はい、俺がサングラスを結構気に入ってたサングラスなんだけど、はい、目の前でなんかぶっ壊したのそれですらもうなんか全然怒ってなかったから、あ、それでもう没動画みたいな感じですか。それ ね、 ね、違う、隠しカメラがね、換気扇かなんかの音がすごい入っちゃってそう、え、お気に入りのサングラスぶっ壊して、そう、あの無駄に壊しただけだよ、うん、それはね、そうですね、それも怒られるレベルのやつ、怒られるレベルだったね。すいません、どこ行った、このこっち側なんですけど、どこやねんか信じましたぶつけてないよな、なんだよドッキリか、ドッキリかやったなさすがに信じたっすよね。いやいや、さすがに信じた早速やられたかと思って、ちょっとショック受けてたけどよかった、よかった、あの、ほんとにぶつけてないよ、ほんとにぶつけてないですよ。グローブはめてスパイクって言われるかな、ちょっと心配でした、ね、いいけどショックだったね、ちょっとぶつけたら、マジかと思ったけど、さすがのカイさんもスコアショックになるんですね、はい、運転するの乗馬だったっすよ、運転しやすいよ、しやすいですけど、やっぱりそのカイさんっていうのもあるし、値段聞いたらちょっと全然いい、こっちから全然ぶつけないよ。いやー、あれですね、優しかったですよ、優しかった、うん、検証しやがった、そう、遅くなかった、それにしても、いや、混んでたんです、あ、混んでたんだ、はい、うん、ぶつけないよ、ぶつけてないですよ大丈夫ですバーベキューしますか、バーベキューしますか、はい